テラジムがお送りする「聖読9回目、えー」早速ですがドーンじゃんサミュエル・ジョンソンと知ってる知らない有名なイギリスの作家ですけどえっ、ー、とまあ見ててください今日はノーヒントかなやってみましょう見ててね さあどうですかえーサムエル・ジョンソンっていう人がいましてですね。えー、この人が、まあ、説明してくれてて、イギリスの作家なんですけどって説明してて、かつて、オブザーブをしたと。えー、オブザーブ、気づく、述べる、観察する、祭日などを祝う規則を守るって全部覚えたくないうん、覚えたくなかったら、 この単語のコアを説明し、そのコアから考えて、えー、全部覚えなくてもいいようにしてあげたいけれども、覚えた方が早いと思うので覚えましょう。今からたくさん言ってあります。気づく、述べる、観察する、歳実などを祝う、規則を守る。これなんかさ、いっぱい出してくんねそんな嫌だなんか俺の顔が隠れるくらい。気づく、述べる、観察する、歳実などを祝う、規則を守る。気づく、述べる。やるよ、分かったよ。気づく。今のジャンカットだろうな。気づく、述べる。観察する。 歳日などを祝う規則を守るすみません端っこになっちゃったけどちょっとアップメイにお願いします、えー、気づく述べる観察する歳日などを祝う規則を守るよくオブザーブザルールルールを守るみたいな感じでオブザーブ使われること多いです、うん、気づく述べる観察する歳日などを祝う規則を守る気づく述べる観察する歳日などを祝う規則を守るそろそろ僕映った まずとこうやってやるか気づく伸びる観察する、最実のと力力力がきつくなる。はい、すみませんでした。そのうち編集の人も相手にしてくれなくなりますからね。さて。でですね、今回はどうれか、にゃ。あ、今のにゃは消しといて。にゃはダサいわ。ちょっと消そう。どうせいたずらしてにゃで猫とか出すんでしょやめて。<laughs> と、真面目にやれって。俺だって真面目なんだよ。いろいろ事情ってもんがあるんだよ。わかってるのかさあ。今何喋ろうと思ったんだっけな。えー、っと、 あ、そうそう。後ろにザッとがあったら、2番がいい。後ろザッとあったら。ザッと以下のことを述べた。で、ちょっと赤使うけど、大事なのはこれ。で、みんなが知ってるのはこれ。これ有名。でも5がすごい大事。でも今回は2だった。気づく、述べる、観察する、歳実などを祝う規則を守る。で、まあ、サメル・ジョンソンがかつて述べたんですよ。ザッと以下のことを。さあ行きましょう。何述べた 誰も偉大になった人はいない。何をすることによって ?imitation って何 ?imitation.imitation.imitate, imitation. 真似。人の真似することによって偉大になった、これまだだよね。まだ今のところね、これ否定ですね。 ルヒーってて書いてある人の真似することによって偉大になった人なんてまだいないって言ってるんですよ。人物もんだ。人のものをパクって素晴らしいなんてことありますかありません。と、このサミュエル・ジョンソンは言ったダメだよ、人のものをパクっちゃってね。人のものをパクって真似することによって偉大になった人なんていないんだからって言ってるわけです。で、perhaps、ひょっとしたら、not。 いいいななかもしれないこれね。perhaps で、シょっとしたら、何々かも。と、と、黒板に書いてもよかったんだけどさ、なんかちょっとスペース欲しかったから。えー、なんて分けてるこれ。これ考え方は、パーセントで分けてほしいんだ。 これ80%って言います。これ50%って言います。結構、maybe ってみんな知ってて、maybe って言われたら、あ、大体半々なんだなと思ってください。で、perhaps, possibly は20から30%です。イメージね。だから、えー、これを、おそらくってみんなは訳してて、これは多分って訳してて、絶対多分って訳さなきゃいけないわけじゃないんだけど、50%の意味で、まあ多分って訳してて、で、これが今教えた表。 としたら何々かもで、えー、通常訳されますでこれを皆さんが見るとですねこの80%のやつがなんか書いてあったらかなりの可能性なので、まあ、大事な文なのかなと思ったりするかもしれないんですけど、まあ、実は、まあ、この今回のね今回のこの文章でこの p y h a ス s がどう使われているかちょっと置いといてあの一般論としてね この辺を文章を書いてる人が使った時って実はこの文関係ないよこの文とは関係なくて実は主張であることが多いっていうのをちらっとだけ言っときますちらっとだけちょっと頭使うけど頑張って聞いてあのさ80%ぐらい可能性があることについてそんなに主張したくないっていうのを今から分かりやすく分かりやすく説明してみたいと思います例えば私が 先生をやっていて、誰かが模擬試験を持ってきたとします。そしたらその模擬試験の結果があったとしますね。結果表。ね、で模擬試験の結果表に合格率、ね、合格する%、パーセント80%って書いてあったとします。で、その学生にこう言います。ね、80%って書いてあったので、まあ君はおそらく受かるねと言ったとします。そしたら相手びっくりしますかしませんよ。だって自分でも80%で A 判定出てればきっと受かるねと思ってるんですよ。ね。じゃあこうしましょう。その模擬試験の判定が、 20%って書いてあったとします。ね。いいです。もう受からない。今の状態では受からないっていうね、ント合格の確率20%って書いてあったとします。その時に私が、いや、お前ね、ひょっとしたら受かるかもよって言ったら、相手びっくりしませんかえ私の成績で受かるわけないでしょうってびっくり、こっちびっくりしないよね。自分でもわかってるから。でも、この可能性なのに、お前ひょっとしたら受かるかもよって言われたら、え、なんでですかってなんないね。 それが僕は伝えたいことなんです。君はこれからこうなって君は今こういうふうに勉強できてるから、ひょっとしたらこ,こ20だけどあり得るよってことで、意外とこっち使った方が力強くて言いたいことで、こっちの時はまあ受かるだろうねってそんなに力強くないっていう考え方があって、えー、それは比較的いろんな文章を読んでると出てきます。で、今回は普通に、普通にあまり気にしないで使ってくれていいです。もうちょっとレベルが上がってきたらそれを考えたらいいと思います。しかし、ひょっとしたら、あ、これノットだから、 人の真似、人のものをパクることによって、偉大になった人なんていない。まあ、ひょっとしたらいないかもしれない。ノトが。ひょっとしたらいないかもしれないが、多くの人は、that way。そのようにしてお金持ちになったんです。人のものをパクるとね、お金持ちになれるんですね。えー、なんとなく想像つくでしょ何か元のものがあって、まあ、ちょっとパクっちゃおうってパクって売りに出して、儲ける、みたいなことですよ。ね。えー、しかし、多くの人は、 だこれ、ね、あの、ウェイの前の前置詞がインの時、インがかなりの確率で消えます。あの、有名な、ちょっとこれは書いといてメモしといて。プッとって言うってう意味あるよね。あの、よくネイティブスピーカーが喋った後に、なんかよく聞こえなかったから、もう一回言ってほしいなと思った時、もう一回言ってくださいって言うじゃないですか。で、もう一回言ってくださいって言うとですね、あの、もう一回言ってくれますよ。 かからなんかもっとゆっくり言ってくださいって言ったりするじゃないですか。もっとゆっくり言ってくださいって言ったらね、ゆっくり言ってくれると思います。ところが、その単語をあなたが知らなければ、いくらゆっくり言ってもらっても、いくらもう一回言ってもらっても、100回言われても、その単語を知らないので、あなたは理解ができません。そこでこれ、ちょっと申し訳ないけど、パラフレーズってわかるパラフレーズって別の言い方で言うってことなんだけど、その、 Another way で別の方法でちょっとそれを言ってもらえますか表現してもらえますかっていう時にプレ e a d another way って言うんですよ。これは結構決まり表現です。ね、その言い方わかんないんで違う言い方でしてもらえますかって、えー、そしたらじゃあなんか言い方変えて説明してくれるみたいなことがあります。でその観点から行くですね、これはまあかなりの有名な熟語なんですけど、way の時の in って当たり前すぎてかなりの確率で消えます。で今回もプレ e a d another way。in って言ってもいいんだけどほぼほぼ消えます。 で、もちろん、in the way で邪魔っていう熟語があったり、on the way とかいろんな熟語があったりするんだけど、基本、なんかこう、熟語とか関係なく、in way の流れが強すぎて、in はかなり確率で脱落する。ね、えー、それは知っといた方がいい。だこれも本当は in that way です。in that way。ここに本当は in があったの。だから訳はそのようにしてるです。そのようにして。in that way のつもりで訳してください。そのようにしてお金持ちになる。多くの人はね。そしたら、 カウンターフェイティングはすごく儲かるビジネスなんですよ。はい、どうこれでカウンターフェイティング知りませんとか思った人、それまずいんじゃないですかいいんだよ、知らなくたって。この流れでこいつわかんない人いますかねなんかその技とかじゃなくて、<laughs> えー、プロフィットって利益だから利益が上がるだからまあ儲かるでいいと思うんだけど、儲かるビジネスね。流すよ。サエル・ジョンソンがかつて言ったんですよ。 いや、真似することによって偉大になった人なんていねえから。いや、確かにひょっとしたらいないかもしれないね。でも、多くの人はその真似して、金持ちになったんだよ。カウンターフェイティングって本当儲かるビジネスだよねって言ったら、絶対これでしょ。他になんかあるいいじゃん。真似をすることです。真似をすることは儲かるビジネスである。じゃあ、まとめましょう。イギリスの作家であるサムエル・ジョンソンは、かつて、真似をすることによって、 偉大になった人はまだいないと述べた。まる。ひょっとしたらいないかもしれない。が、多くの人はそのようにしてお金持ちにはなった。真似をすることは儲かるビジネスである。お疲れ様でした。